なん？うちお腹の中になんかいるみたい。赤ちゃんが生まれるかもしれない。そういうこと絶対にふざけて言っちゃダメ。ムカつくし。まさか赤ちゃん？それは小学5年生春菜と仲間たちに起こった初めての大事件。面白いかもそれ。デーブ、うっせえ豚まん。命を取り上げるお父さんのお仕事、尊い仕事だって思わない？人間から人間を取り出すなんて超グロいし。子供だけでどうこうできる問題じゃないのよ。小学生が子供産めるわけないじゃん。どうしてミカが勝手に産めないって決めんの？赤ちゃんお腹にいるんだよ。産む時って痛いの？いたずらにお母さんを苦しませているわけじゃないんだ。自分も出てこようとして必死なんだよ。うち赤ちゃん産むって決めたから。みんな誰にも言っちゃダメだよ。ただひたむきに力いっぱい守る。本当に大切なものだから。私どうなっちゃうんだろう。マジで生まれんの？小さな子供たちの大きな奇跡の物語。みんなありがとう。子供の子供。